から見る創価学会の議員ってやっぱり外からの批判今までもされてますよね。で先ほどこれでこういう裁判で学会変わればっていうことをおっしゃったと思うんですけども、じゃ手応えとしてその先方の反応とかで、あこれで良くなっていくかなっていう手応えって感じてらっしゃいますか？そういう感じは全然ありませんますますエスカレートしたりますじゃあやっぱりもっと判決が出たりメディアが、いやもう私だってその裁判までしてね、こうやってこういう席までお招きいただいてもわけのわからないんだけどしませんよ。私が死ぬまでやりますよ。そんな大宮村の解決しません。フルフォード・ベンジャミン、フリーランス、その身の危険を感じたおっしゃいましたけれども、もし創価学会と指定暴力団の関係について何か知っていることがあるのであれば教えていただけませんでしょうか？私がこの3年間身の危険を感じたと申し上げたことに関しましては、ご質問の暴力団は関係ないと、そのような形跡はございません。あくまでも今私が申し身元不詳の他人数による監視尾行、これは暴力団とは私は思いません。それから暴力団と創価学会との関係ということは、これはちょっと非常に微妙な問題でありますが、まあはっきり言えることは、私は暴力団のトップあるいは幹部と宿長委員長在任中は一度も接触したことはございません。ただ私の部下であったある人物が、まあ創価学会に対していろんな街頭宣伝、まあ悪口のですね、そういうものがあると、まあ困ったことである、まあそういった状況において、そういった団体と接触をしておるということは、私は報告は受けております。私はあまりそういうことはしない方がいいと、このように、まあ、宿長あるいは委員長の立場で申し上げました。まあ、それ以上の詳しいことは本日はちょっと遠慮させていただきます。まあ、ことの起こりは15年前に私が月刊文藝春秋で9回にわたって連載を、私の回想録ということで書いたわけです。それで、まあ、その当時もその連載の中で、まあ、創価学会と公明党の関係は政教一致と言われても仕方がない面もあると、まあ、そういう意味の表現があったわけです。でこれはまるでそういう外部でそういう意見があるっていうんじゃなくて、矢野がそう思っておるとこういう意味になると、元委員長とあの者の発言としてはおかしいではないかと、こういうおこごと、これはあくまでもおこごとでございますがありまして、いやそれはもうちょっと不注意でしたということで、単行本の時にはそれは訂正しました。したがって12年前のその出版に関しては、まあもうその後平穏に、まあ表面的は表向きは仲良くということで来ました。ところが15年前、それから12年経った3年前に突如として青年部の諸君が文藝春秋を全部読みまして、その問題のところで付箋をつけて、さっき言いましたように私に対して過剰ごとに逐条的に、これはどういう意味だどういう意味だという、まあ、査問的な会が3年前の5月の14日にありまして、私も実は驚いたわけです。あまりにも唐突ですから、まあ先生も諸君は我々は正義の立場であると、江田大作先生をもう命がけで守るんだと、まあ、こういうことを何遍も繰り返しておられまして、そういう立場から、この矢野の書いたものは江田先生を傷つけておると、どこがどう傷つけておるのか私いまだに理解できないわけですけども、雑誌によって国会で自民党が質問をしたと、それ矢野のせいだとこんなことで
ありまして、まあ、結局青年部が中心になって矢野広域の火蓋を切ったと、まあ、こういうことですが、まあ、私の息子ぐらいの年格好の方がこの後期高齢者である私をですねその5人で、吊るし上げのはるわけですから、これは誠に異常なことだし、まあ、私の理解しておる創価学会ではありえないことです。これはね、青年部の意思でやってることではないと。彼らがそんなことをできる立場でもなければ、まあまあそう思いますね。だから彼らは誰かに言われてやっておる、こういうことだと思います。まあその誰かはもう皆さんご想像の通りでございまして、まあ、こういう問題は徐々に具体的に明らかになっていくと私は思っておりますし、まあ、私はその誰かとは言いませんが、そういう方と先ほど申したように国会で、なぜこうなったのかをお伺いする機会を与えていただければ大変これは光栄なことだと私は願っておるわけでございますが、まあ、それはともかくとして、まあ、突然なことでした。で、上から言われたことは間違いない。しかも今日も見えなっておりますが、前参議院議員の福本純一先生のお話によれば、その矢野攻撃あるいは秋谷、まあ、前会長攻撃は今から10年前から学会の首脳から党の議員に秋谷は悪いやつ、矢野は悪いやつ、まあ、そういったことでプロジェクトチームを作ろうではないかという、そういう意味の相談が10年前からあったと。で、私のこの、まあ、その前に文藝新聞書いてますからね、その一応割合ちゃうのはまだ分かりますけど、何で秋谷前会長までがその時に、ターゲットになるのか最近聞いて驚きまして、まあ前々からそういう私と同じ世代の幹部に対する、まあ、世代交代を進めるという意味もあるんでしょうか、あるいはこの世代のやつはややこしいことばっかり、知っとると煙たい存在であるということがあるのか、それは分かりません。まあ、事実上そんなわけで3年前私は攻撃され、昨年でしたか秋谷前会長も会長をお辞めになったと。まあ、大変秋谷さん、あるいはその前の北条元会長は学会のためにそれこそ誠心誠意ご苦労された、私は尊敬します、あの方の学会や池田先生に対する忠誠心というものは。そういう方が何にも知らない今の若い方々によって笑うものにされているということは、私はこれはもう悲しみに耐えない気持ちがいたします。